あ、イカだ。イカっぽい。来た。来た。イカでーす。おはようございます。昨日に引き続き大物狙いのダモンレシキでございます。いや、水作エイトの力はすごいですね。水が綺麗だわ。早速仕掛けをつけていこうと思います。よーし。君に決めた。ハリーが引っかかったら非常に面倒いんで、多分は特にパイ。まず前後に針をつけてあげますよと。次はイカ針を。このエラと胸びれの間ぐらいですね。刺してあげます。返しのある針をアジに刺してあげたら、一旦水に放って OK です。反対側もエラと胸びれの間ぐらいに返しのある針を刺してあげますよ。手袋取って、英語の針の根元にスナップサルカンがあるんで、そのスナップを開けてイカ針のラインを連結させます。反対側のイカ針のラインを探してあげて、スナップに連結させたら、よし、準備完了だ。行くぞ。よし、じゃあこれでしばらく待とうと思います。まあ朝といえばこれでしょう。ホットサンドを作っていきましょう。いや、夜にとてもイカが釣れたので、なんか心に余裕があるわ。どうだろう、2年ぐらい前からダモンレシキとか言って、なんか小気味よくやらせてもらってますけど、この前アンケートを取らせてもらった時に、思いのほかダモンレシキが見たいっていう声をいただきましたので、この春イカシーズンはできるだけダモンレシキと、そうですね、晴れて野猿でも釣れるようになったので、野猿、まあ、できるだけアオリイカに関する内容をお届けできるように頑張っていこうと思います。で、今後ダモンレシキについての質問コーナー的な動画も出したいなと思ってて、何でもいいんですよ。ご意見ご質問ありましたら、それもコメントにどんどん書いちゃってください。いただいたコメント紹介させてもらって、まあ多分お名前も一緒に出すので、それはご了承いただきたいんですが、それに対して、まあ、回答していくような形になりますかね。くれぐれもこういった内容じゃないですよ。うん、こういったバカチング、あー、いい匂い。あと、もしダモンレシキで釣れたよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひハッシュタグダモンレシキでツイッターとかインスタに上げてみてください。うまそう。こちらから探しに行って声かけて、このチャンネルの、まあ、冒頭かお尻とかで掲載させてもらいたいです。で、この春イカシーズンが終わったら、多分僕海に潜ります。潜って魚を釣るか泳ぎ釣り、こんな感じ動画差し込んでおきますけど、これも皆さんがワクワクするような内容ですので、夏の森だもんでも楽しみにしていてくださいね。で、秋になったらまたイカですわね。これはこれで試したいことがいっぱいあるんですよ。なので、ぜひチャンネル登録して楽しみに待っていてください。目指せ10万人突破です。よろしくお願いです。おお、朝といえばこれですね。これを食べてアオリイカ待ちたいと思います。おお、いや、これはイカだよな。イカか、イカなのか。なんか今日は藻がすごい浮いてて、その藻がラインに引っかかってこいつが出てってのが全く分かんねえんだよな。竿先のピクピク感はなんか味っぽいんだよな。全くわかんない、まあ、ちょっとばかし巻いてみるってのもまあ手だよな。
なんか意外と弾けるな。おお、あ、イカだな。あ、イカだな。イカだイカだ。おそらくイカだ。まあダモンデ式なんで鋭めに合わせますか。持ってんじゃないですか。おお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 。持ってるんじゃないですか。いいよいいよ。お、結構なんか結構でかい気がするな。バレんければこのままラインを張りつつ、あれバレだか。あー、かかってるよな。手前に藻があるからな。あ、あそこか。あーあー、いるねいるね。あー、いるねいるね。いよー、イカ。あ、イカだイカだ。でけえでけえでけえ。おお、でっけえぞこいつ。あ、やばいやばいやばい。あぶねえ。うお、わあ、またいいのが釣れたね。よいしょ。これはまいったな、でかすぎるな。いや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 、久しぶりにダモンデ式でギリギリなんとかなんとか釣ることができました。よいしょよいしょ。ああ、半端ねえな。よいしょ。ちょっと待って、アジもういない？アジもういないか見して。ないね。よし。鬼締めしたものと野締め、この2つの食べ比べを、ちなみに匂いはというと、お金があったって幸せだったけど。